にちは。こんにちは。今日はこちらケイシーズの象皮の飯入れをご紹介します。象皮なんですね。そうなんですよ。こちらケイシーズっていうのは1990年に大阪で生まれたブランドになります。ちょっとこうアメリカンテイストな感じのヨーロッパの精度と、日本の伝統技術を結集させたケイシーズのブランドになります。早速名刺入れを見ていただきたいんですけども、はい、このこうビーズ状になった皮が象皮の特徴なんですけれども、最初これ結構硬そうに見えるんですけど、実は結構こうふわっとしてて柔らかかったりするんですね、はい、これが使っていくと割とこうハードな感じの固めに変わっていくんですけれども、ちょっとこうふわっとしたような、確かにちょっとこうクッション性があるというかね、そうなんですよ、ふんわりした仕上がりですね。はい、なるほど。これってなんか水濡れとかってしたりしますかね。水濡れは、どうしても皮なので避けてはいただきたいところなんですけども、はい、ただ他の牛皮とかに比べて水に強いような皮にはなるので、サのパワーで水が結構こう弾くような感じでは使っていただけますね。なるほど。これすごい一枚皮で使われてるんですね。そうなんですよ、すごいここの全部一枚で作ってて、で一つ一つ表情が違ってきますね。なるほど。自分だけの名刺入れになってくるわけですね、はい、でこちらの中は牛ヌメ皮を使っておりまして、はい、こっちもすごく滑らかな皮になっております。そうですよね。すごい手触り良さそうな皮です、はい、こちら名刺はだいたい20枚ぐらい入れていただけるポケットになるんですけれども、はい、こういった形で少し横にマチと上にここ2つポケットがありまして、これも割とこう柔らかい感じなので、すごくこう取り出しとかもしやすくなっておりますね。めっちゃスムーズでしたね今。そうなんですよ。なのでこれ一見パッて出した時に何やろっていう感じにはなると思うんですけども、はい、すごい個性的な皮が好きな方にすごくおすすめかなと思います。このスーツの内ポケットとかに、このジャケットのポケットとかに入れてもすごいスッキリしそうですね。そうですね。あのこう象皮って聞くと割と分厚めって感じるかもしれないんですけども、結構こう薄く空いているので薄めに持っていただけるので、スマートにお持ちいただけるかなと思います。なるほど。ありがとうございます。では、今回はこちらケシーズの象皮の飯入れをご紹介させていただきました。商品の詳細は概要欄にも URL 貼っておりますので、そちらからご覧ください。ありがとうございます。ありがとうございました。